応司会者ということで、はい、はい、進めていただきたい。中央でございます。よろしくお願いします。901のプロジェクトについては、あれは何でしたっけね、パルサーのディスカス 4WD かなんかの試乗会で、北海道の試乗会に来ずに、日産の役員の方から901というプロジェクトがあるんだと、手伝ってくれということで、まあ、清水さん、そして岡崎浩一さん、私の3人が、一緒にお手伝いをしたようなんですけども、実はですね、3人で揃ったことってあんまりないんですよね。だいたい別々にやってて、試乗会かなんかで、あれやってるのって、どういうふうにやってるの、何やってるのか、タイヤテスト、全然違うプログラムをやってるみたいなんで、実はこれ、渡辺幸三さんに伺いたいんですが、あの時3人にこう別の日に別のプログラムをしてて、どういうことをしてたのか、あるいはですね、本当に我々が役に立ったのかということですね。これも20年前の話で、ぶっちゃけてどうぞ話してください。はい、では渡辺さん、本当実際のところどうだったんでしょう。3人を合わせないようになさってたんですか。古い話だから正直もでと忘れましたというのが、ありますけども、主に、どちらかというと基準車を岡崎さん、米村さん、GTR を清水さんという感じで見ていただいたことはあるかと思います。なるほど。であとはそれぞれどう言えばいいんですかね、乗っていただく時間を確保するとか、ご都合もおありだったかと思いますけども、はい、まあ、本来ならばその一緒にというか、こういう言い方は申し訳ないんですけども、休止する回数も少なくて済みますから本当はその方が良かったんですけども、それができなかったっていうことが、やっぱりいろんな諸般の事情があったんだと思います。はい、わかりました。それから伊藤修礼さんにお聞きしたいんですけども、初めてニュールで CPR に行ったんですが、私もどこかから多分同じ飛行機かなんかで行ったんでしょうか。どんどん同じ時について、じゃ あの走ってみましょうって言って、私の横に乗ってですね、ニュールを走ったんですよね。まあ、時差ボケもあったんでしょうけども、しかしあれニュールって、まあ、レーシングスピードで走らなくてもちょっと速く走るとですね、非常に危険なコースですよね。さっきあの紹介があったようにアップダウンはすごいし、よく私を信用して乗っていただきましたけど、ね、もちろんね、米村さんはもう我々がお願いしてね、試験に参加していただいているわけですから、まあ、全幅の信頼を乗せていただきました。ありがとうございました。全幅の信頼というのは車を壊さないというので、壊すと多分1億円ぐらい損するんですよ。なんかだから何が大事かというと、車を壊さないドライバーを選んだということではないかと思うんです。しみちゃんどうですか、その辺は。そうですね、まあ、100回はないと思うんですけど、99回ぐらいなんか真相な目にあったというのは半分上なんですけども、スロットルワイヤーが引っかかってですね、アクセル戻んなかった時は本当にダメかと思いましたね。でも最初から日産のメカさんたちのいじる車を 100% 信頼してませんでしたからすぐに鍵を切れるような余裕があったので、まあ命拾いしたんですけど、まあずっとモータースポーツでレースやったり、もともとスバルで、まあ、鍛えられてきたのこともあってですね、ドライバーが最後はドライバーで決まるみたいなことはずっと亡くなった小関さんという方が徹底的に言われてきたので、最後最後にドライバーは何かお前たちできるはずだぞということで、まあ、ブレーキすっぽ抜けた時はもうそれも怖かったですけど、でも一回戻して踏みますとですね、やっぱりまだちょっと制動力残ったりするんですね。だから絶対ダメと思っても最後にこう踏ん張ればなんとかっていうのは、ナベさんなんか睨むし、あともう一つは、まあ、今だからオライマに行っちゃいますと、排気ガスがですね、アウトワンでレーンチェンジしてて、フロントのファンベルトが切れたんでしたっけ、
で油圧がゼロになって逆走になったままリアアクセルが止まったことが、その時渡辺さん一緒に乗ってましたよね。乗ってました。あの時もうダメだと思いましたね。そうですね、まあそれの一種返しですかね。250キロのダブルレインチェンジやられた時も死ぬかと思いましたけどね。これはポルシェの多いタイヤはこれやんなきゃダメなんだって、普通は予告してからやるもんだと思ったんですけど、いきなりやられた時にはあれもびっくりしました。まあ、実はまあ、もう25年以上前だから言ってしまいますと、ちょっとダンプとの仕事でポルシェのタイヤテスト、急降級のタイヤ開発をニュルでやってたんですね。であの時ダンロップがドイツダンロップを買収して、日本の住友ゴムの構造がいいのかドイツダンロップのタイヤの構造がいいのかという構造違いを、その48号線というところ、ニュルに来る2車線のモーゼル川の元にあるんですけど、でポルシェのテストメニューの中にレーンチェンジして何レーン横に飛んだかかけっていうのがあるんですね。で2レーンしかないのに、でなんでかっていうとですね、944、928はプロペラシャフトありましたから、トランスアクスルなので普通の FI よりもプロペラシャフトの回転数が速いんですね。でその分モーメントが出て右と左が違うんで、そのテストを随分そのやらされたことがあったので、まあ、スカイラインはトランスアクスではなかったですけど、やっぱペラシャフトがあるので、まあ、ポルシェはここまでやってるよねみたいなことで、ちょっと渡辺さんと200キロ以上でレーンチェンジしてみます、してもいいですかみたいなことでやったことはありましたね。今思い出しましたけど、当時はフェイルセーフモードって、要するに故障したら故障した状態で止めるというのが設計のルールでしたけども、今は元に戻すと、故障したら元に戻るようになるというふうになってますけども、だから逆走ままで、そうなったんでしょうね。いやすごいことがあったんですね。この四駆ということで、それもしかもその前輪にトルクは必要な分だけ渡すという四駆アテーサーでしたっけ、そのシステムのっていうこと、制御に対するパラメーターってのはものすごく多いと思うんですよね。なんかそうやって車を少しずつ完成させていった時に、なんか小僧さんの顔を見てるとなんかスッとできてしまったような顔してるんですけど、ものすごい大変だったんじゃないですか。正直言うと大変だったと思います。だけど私がやる前からもう研究所ではいわゆるファーガソンの R31 の、さっき伊藤さんの言われた3リッターのファーガソンの四駆があって、重い、走らない、曲がらないというのをなんとかしようということで ETS をやっておりましたので、かなり前から先行して、ですから私はその実際に何ができるわけじゃなくて、そのみんながやりやすいようにまあ、場を整えるということをやってましたので、せいぜいさっき言いましたようにその ETS にリスカスをつけるかつけないかの判断もそれこそいらないということで、担当設計のものが分かったと言って動いてくれるように加藤博士の隣で走らせて、もうヘドが出るくらい走らせて、もう分かった、とにかく取りますと、それすれば解放してやるということで、まあ、やってくれたと。そうすると彼らもやる気になると、担当者真面目ですから、ちゃんと四式多番クラッチの頻度分析を取って、やっぱり必要ないということで上司を分析説得してくれて、晴れて、リスカスなしで立ち上がることができたというような経過はあります。そうですか。前にこれ修礼さんに伺ったんですけども、このシステムを、まあ、研究所の方で作って、まあ、プロトタイプを作って、これを使うかどうかというような判断をされたそうですけども、なんか時の腹っていうのは何ですか。なんかもう俺が全部引き受けると責任を持つと、そのようなことだったんですか。これね、なんとか四駆にしなきゃ GTR はできないというふうに言われてましたんでね、僕は本当は四駆にしたくなかったんですね。
だけど、まあ、タイヤも制限されてますから、四駆でないと成り立たないということだったら、これはまあしょうがないなと。それでいろいろこの話聞いたりなんかすると、単なる四駆じゃなくて、その後輪のスリップに応じて前輪に必要なトルクを加えると、こういうやり方ですから、本来通常はまあ2区だと FR だとね、それが後輪がスリップしだすと、それを検知して前輪に必要なトルクを配分する。しかもウェットの時とドライの時とですね、横 G センサーでその配分を変えられるというようなこともありましてね、まあ理論上はかなり進んでるなというふうに思ったんですね。ですからまあやるんだったらこれしかないかなということで決断をしたんですけど、まあ研究所のものは信用できないということでね、断られた時にはどうしようと思いましたね。はい、でもそのディスカスを最後に残しておいて、まあ、スペースを残しておいて、ダメだったらこのビスカスに何とかさせようというですね、これは実はトヨタの四駆も確かそういうふうに、駆動系にですね、そういうようなところなんか本当に共通点があるんですね。まあ何か決めるときに僕は、まあ、さっき言いましたようにやっぱりこうやったらどういう結果になるかなというのを一応想定しながら、まあ、やるわけですね。そうするとやっぱりタワークラッチだけでは持たないとなったら、それを持たす方法は何か、そうするとタマンクラッチにかかる負荷を減らすしかない、でそれをビスカスで、まあ、カバーするということで、ね、だからじゃあそういう手しかないんだったら、まあしょうがないです。とにかく前進してもらわないとね、四駆やるっていうに結論出さないと話が前に進めませんでしたのでね、だからそういうハイブリッドのタイプにして、でしかももしダメだったら俺が責任取るというのがね、やっぱり決めそういうことでとにかくうんと言ってもらったわけなんですよ。うん、なるほどね。やっぱり車を作る人っていうのはやっぱり腹っていうのが大事なんですね。石根さんもご承知の通りニュルで走ってみて3人いて、ある領域でコーナーでアンダーステアになっちゃうともうどうしようもない、だから最初からうまくドリフトに入ってればアクセルコントロールでうまくいくんだけども、一度アンダーの領域に入るともうアクセル緩めて回復するしかなかったと思うんですけども、はい、それが見事に三々で消えてるんですよね。消えましたね、この辺は渡辺さんに行かなきゃいけないですね。散々キャンバーをつけろキャンバーをつけろというふうにドイツ語で言ってる日本人がいました。ビッテキャンバーそれでそうは言ってもということで横合成を増すというようなことでやっぱりアームを変えたとかああいうのは聞いてるんだろうというふうに思いますそうです、なんかそれもさらりとおっしゃるんだけども、アームを変えるって実はこれ大変な設計変更って大変なことなんですけど、ね、だから三々からですね。三々から、はい、そういう意味でですね、はい、で、しゅんちゃん、はい、ごめんなさい、そのアンダーってのはどう感じました？まあ、当時グループ A のレースとスーパー耐久と両方レースやってたんですけど、3人でやっぱアンダーなんですね。で3人 GTR の、まあ、ニュルの、まあ、一応卒業試験だったんですけども、ティアラーデンというバーがあるんですけど、そこの橋はみんなドイツ人がいたずらをしてるんですけど、僕そこにビッてキャンバーって先々週言ってきたらまだ残ってましたまあそれ一つ のエポックメイキングな出来事というかですね、やっぱりまだだが限界で効かないし、でレースでこうセッティングしている時に面白いことを発見したんですけど、普通アンダーステアだと、まあリアのグリップ落とすとかですね、まあ、そんな常識論があるんですけど、逆にリアのトラクションを上げてリアのグリップを上げた方がアンダーにならないと、まあ、つまりリアが滑るから前にトルクが行って前足が、まあ、逃げるみたいなところがあったので、むしろアンダーだからリアのグリップを上げた方がアンダーが止まるという普通の FR の理屈じゃないことが、まあ、できてきて、それは電線による前後のトルク配分のチューニングなんだなというのが分かってきて、で当時高性能 FR4 駆っていうのは世界でも
GTR だけだったんですね。まあ、唯一ポルシェ959があったぐらいですけど、渡辺さん959持ってましたよね。渡辺さん持ってたんじゃない、日産が持ってたんです。実験目で買ってたんでエンジンの位置が違うってなるんですけど、あの日産の場合は連続電制御可変で、彼らは何段階かに分けた、まあ、制御的には日産の方が進んでいたんですね。で、あの、まあ、今思えばあの BMW の M もあの AMG モデルもみんな四駆になったんですね。あのフェラーリですが GT4 ルストを四駆になったので、まあ、いかにその GTR 90地下道が早すぎたというか早かったか、先見の目があったかっていうのはすごく今になってよくわかりますね。ですからやっぱり4つのタイヤの駆動力をどうやって生かして、で、まあ、そこに四輪ソーダも入ってましたので、まあ、究極のやっぱりそのビークルダイナミクスみたいなものを901チームはやっぱ追い求めてたんだなっていうのがすごく今になってもよくわかりますね。まあキャンバーがなんなかったのは事実かなで、三々になって少しそこは改善されました。はい、ありがとうございました。あの私たちが話しているとどうもこう細かいディテールに差し込んじゃうんですが、あのどうケイちゃん、なんか質問ありますか。はい、急に質問ですか。私はやっぱり GTR っていうと、あのレースのね、AC でやっぱ3人 GTR が最後活躍したぐらいに、レース業界にお仕事で入ったので、ずっと勝ってきて、最後今のスーパー耐久、前の N1 耐久で負けちゃうんですよね、シビックに。で、その時にやっぱり記録よりも記憶に残る車だってみんなが言ってたのがすごく印象的で、やっぱり GTR っていうのはすごい時代を築いてきたんだなっていうのすごく思うんですけど、私今おぎやはぎの愛車遍歴ノーカーノーライフっていう番組で MC やってるんですけど、やっぱりスカイラインの思い入れがあるとすごい多いんですよね。でもう全てのスカイラインとか GTR を集めてらっしゃる方もいらっしゃって、まあ、そういう方たちを見てると皆さんすごい車作ってきたんだなってしみじみ思ってます。で、こういった車を何だろうな、作り続けるというか、まあ、そうやって作らなきゃいけないというのは情熱みたいなものなのか、会社に課せられた使命か分からないんですけれども、どういう気持ちでこうずっと辛いところをやって続けられるんですか。伊藤さん。簡単にはちょっとね申し上げられないですけど、うん、僕はやっぱりね最初にスカイラインに入ったんだから、ええ、スカイライン愛というかね、うん、スカイラインがねやっぱり惨めな格好してるとかね負けてるとかね、はい、なんか皆さんからボロクソに言われるとかね、うん、そういうのはね許せないという気持ちがあるんですよ。なるほど。だからそういうの言われないような車をね、うん、作ってやると、はい、こういうのがその思いだけですね。でもすごいですね、その思いでね、ずっと清水さん。あの先ほど伊藤修理さんからあのプリンスの話を伺ったんですけど、あの昨年、まあ、残念ながらこう亡くなってしまった知野さんと、2年ぐらい前にお話し聞いたことあるんですけど、まあ、知野さんはプリンスに入ってそのプリンスロイヤルとあのチェリーを机の両サイドに図面並べて返すだという話を聞いたんですけどね。で、まあ、その富士精密が今の天皇があの皇太子の時に車を富士精密の車乗ったので、じゃあプリンス自動車というふうに社名変えたぐらいで、まあ、純国産技術で来たんですね。で、歴史を見るとやっぱり当時戦後その純国産できたというのはトヨタもちょっとフォードとか GM とやってましたから本当にプリンスだけだったと思うんですけど、で、渡辺幸三さんと3人出したときに実は中川隆一さんにお会いしに行ったんですね。あの中島飛行機で誉れ栄えのエンジンを作ってた方で、渡辺幸三さんと一緒にスカイラインの話を聞いたら、うん、もう車の話こんなもんで飛行機の話ばっかりで、で、なんで当時あの外資と提携しなかったんですかって言ったら、うん、一言、人のモノマネは嫌だ、うん、というふうにおっしゃったのが今でも頭に残ってるんですね。で、多分その DNA が修理さんや渡辺さんたちにずっと受け継がれてきたのがあの紛れなくそのプリンスから来たあの一つの系譜で、それが901という形で大きな花を咲かせたんじゃないかなと思います。うん、ずっとオリジナリティをね追求されたって、デザインも先ほどおっしゃってましたよね、あの似てるものは絶対嫌だ、うんうん、それとね
金出せばなんとかなるというのは僕は嫌いなんですね。だから西さんはね、何かやるとなるとね、パワーステやるとなるとどこか技術買ってくるとか、だからプリンス同じ西さんでも老いくぼ関係はね、それは作っちゃう、自分で作っちゃうというか、まあ日本のメーカーに作ってもらう、それはねやっぱりあの決まってあのはっきりしてましたね。だから我々は安易に外国に頼るとか人に頼るということはね、あのあまり好きじゃない、何でも自分でやっちゃうというのがやっぱりプリンスの魂みたいなものですね。でもその自分でやるで結構渡辺さんは苦労されたんじゃないですか。いや、そういう先輩がおられたから、私はその後をついていくだけでしたから。あの当時そうです、私よりももっと上の代の方は皆さんあの実験装置も手作りで作るとかね、はい、そういうような苦労をされておられて、あの伊藤さんのファイルなんかこれ見て少し仕事しろとか言われて、ファイル、うん、その桜井さんに仕置かれて自分で作られたファイルなんか見ると、はい、いろいろ調べられたり全部自分で書かれてますからね。本当にすごいですね。でもね、そんなこう車のね、あの例えば米村さんとか清水さんってたくさんいろんなメーカーさんのテストなさってると思うんですけど、やっぱりこうスカイライン乗るっていうのは違うものがあるんですか。今年ですか、うん、この古い話なんですけど、私実はいすゞのドライバーをやっておりまして、あ、そうですよね、ベレットに乗ってました、うん、ベレット GT 1600cc の後ろとですね、当時エンジンはあのメーカーの中ではあのちゃんとしたネットで言ってましたが、表はクロスで言うんで、実際にあのエンジンがレースエンジンで120馬力だったんですね。で僕ね、あの修理さんが会った時に話聞いたんです、あのスカイラインの S54 のあのエンジンは何馬力ですかって、160馬力とおっしゃった。ほとんどね、ストレートがちょっと抜かれるんですけどね、そのビッタキャンバーのおかげでですね、ベレットってあの車高下げると後ろが寝がせになるんですね。だコーナー早いんですよ。だから例えば富士スピードウェイの第3コーナーから上がっていくところなんかはですね、外側から抜けるんですね。スカイライン、これが気持ちよくて、なんかこうヨリヨリしたところ外からずっとこう抜いてってね。ヨリさん、それバンクの話？いや違う違う、バンクを一回降りて、バンクを降りていくと第3コーナーでした。うん、それだから一回降りて谷間から上がっていくところに今度。今ね、左コーナーから100ある。うん、そうね。あそこでの54がですね、こうヨリと。ね、そこを外側からさーっと抜いていくのが気持ちよくてざまみろと思ってたんですけどところがですね、レースのレギュレーションでカムの数と位置を変えなければ、あの変えてもいい、ヘッド変えてもいいというレギュレーションが当時できた時にね、あれなんていうエンジンでしたっかね、GR7 っていうエンジンね、ああそうですね、あのそれをができてね、全くスピードがもう追いつかなくなっちゃって、もうあれからベレットは勝負つかなかった。だから個人的にあのプリンスを非常にこう尊敬してまして、実はよくあの、プリンスのレーシングチームのです、ね、中をこうスパイではないですけど、ね、覗きに行ったんですね。である時に、まあ、サンパーマルなんてすごいエンジンじゃないですか、サバタロクらしいいいエンジンオイルを使ってるんじゃないかなと思ったら、サービスカーの中に200リッターのドラム缶にですね、スーパーメニオンって書いてあって、で日赤と書いてあるんで、書いてたら日赤に出ましたもんね、すいません、あのスーパーミリオンっていうレーシングオイルってありますよねって、えって向こう言うんですね、うん、はぁっつって、スーパーミリオンってオイルありませんかって言ったら、はい、あれはあのこうあのなんか、農業用のエンジンのオイルですだってレースエンジンじゃないんですかって言ったら、間違いありませんって言われてですね、なんかいいエンジンはオイルを選ばないんだなびっくりした、そんなようなことがありましたね。実際そうだったんですか。いや、それは私全然知りませんでした。ですからプリンスを非常に尊敬しておりまして、うん、プリンスは何をしてるんだろうっていうのをチラシは眺めに行って調べておりました。あ、そうですか。あ、すごいこう、私ね、あのベレットのおかげでね、あの3代目のスカイラインは GT は IRS を、あ、で四輪ど、あの独立圏外のしたんですよ、うん、あの頃は国産で四輪独立圏外だったらベルトしかなかっ
コンテスターかなんかありましたね、確か。あの、どっかやったんですね。少なかったですね。はい、あ、そう、さあ、あるあるだね。はい。まあ、あ、どうぞ。いやいや、なんか懐かしい昔の話ですよね。清水さんはどうですか。いや、僕も大学入って免許取って、最初あの買った車は GC10 なんですね。でも全然その頃はモータースポーツなんて無縁で、はい、まあ、車買った女の子ナンパできればいいやみたいな、まあ、軽い感じだったんですけど、でもその車で学校行くと車好きの連中にカージャックされて、まあ、ラリーゴールとか富士スピード平行、何なのそれみたいな感じで、まあ、気がついたら GC10 の車が車高が上がってラリータイヤついて、もう1年目からラリーやってたんですけど、やっぱりその、まあ、ノコギリ山のヒルクライムっていうのが最初の自分の競技生活の最初のダイエットだったんですけど、はい、やっぱりでかいから運転できないんで、うん、もうすぐそれを打って、はい、でギャラン、ランサー、27レビン、うん、で、まあ、27レビンの時にその、まあ、滋賀高原ラリーっていう、まあ、クラシックイベントに、まあ、優勝、最初はお金がないからスパイクタイヤ買えないんで、もう一か八かでスパイクのないタイヤで行ったら雪が全然降らなくて、こっちが大ラッキーで買っちゃったんですけど、まあ、2年目に2連勝できて、まあ、それがもう運の尽きで、で1回就職して今度お金がなくなったんで、まあ、あのサラリーマン辞めてもう1回モータースポーツやろうと思って、でスバルに広がったので、まあ、スカイラインのルーツが中島飛行機だとしたら、なんかやっぱりそういうプリンス中島飛行機っていうその縁があったんだなと思いますね。だから自分にとってあの時 GC10 に出会わなかったら180度違う人生を送ってたでしょうね。アメリカは25年経つと右ハンドル合法的にライセンス取れるんですね、はい、ですから今 32GTR がものすごい値段上がって、今33が上がって、同時に右ハンドルのスバルの軽トラの人気が高いんですね。軽トラRR じゃないですか、はいはい、だからポルシェだみたいな感じで今右ハンドル その軽トラとスバルの軽トラと GTR3233 がアメリカでものすごい大人気みたいですよ。GTR がすごい人気っていうのはすごい聞こえてきますね。ラフな世界でよく走ってますね、うん、サンバーが人気って言われますね。、はい、いや、あのそれはギアエンジンだから、はい、あの駆動輪にあの、うん、トルクが下がりやすいですね。だから絡みのと荷重の時の違いが大きすぎて、だからサンバーって肉で結構人気あったんですね、うん、いや、なんかどの車が出てきても皆さんいろいろ思い出がありますね、やっぱりね。まあ、だからやっぱりその901って、あの今日話題にあんまり出てないんですけど、実はパルサーの P10 と Z ともう一個なんだっけな、インフィニティかな。でインフィニティはあんまり記憶ないんですけど、Z は V6 エンジンだったんですよ。これがかなり苦労しましたよね。だけどパルサーは本当にいい車でしたね。パルサーが P10 プリメーラでしょ。プリメーラ、P10 プリメーラ、あの大竹さんって面白い人が中エンジニアで、150キロ走ってて床に落ちた10円玉が拾えるっていうのがコンセプトだって。でも乗り心地が悪くて、なんかおさ産経ついた人がなんかついたらもう生まれたとかいう硬い車でしたね。なるほど。あのさっきのキャッチャー GTI ってありましたけども、要するに宮田さんがあの写真設計と写真実験の若いの2人ヨーロッパで思いっきり走ってこいと。で日本、あ、パルサーは思ったけど、で GTI と2台で行ったら1日走るともう最後は競って GTI にしか乗らなかったと。そういう車作りをしろということを日本に帰ってきて言われて、やっとその当時何で生かされたか分からなかったらしいんですけども、やっぱり GTI をターゲットにしようということが分かったというふうに言ってます。じゃあポルシェとフォルクスワーゲンのゴルフ GTI。 そうですですね、はい、そう、あの確かニュルのテストはニュルだけじゃなくて、あの近くのアウトバーンでもかなり走ったりしましたけどね。あのだいたい GTR がもう燃料がないねってところで走って、ポルシェ944の軽視のワード半分あるんですよね。燃費はめちゃくちゃ悪かったですね。自慢じゃないですよ、悪かったですね。はい、あれは何ですか、ガソリン冷却をターボのガテガソリン冷却をしたんですね。
それとあとはダウンフォースダウンフォースっていうことであまりなんていうんですかね、CD はアタッカーで CD は悪かったですよ、読んでないんだね、ええ、大きなリアスポイラーつけて空気抵抗多くて、だから911と走るとうーんと加速で200キロぐらいまでは楽勝なんですけども、それから先いつの間にかポルシェがピタッと後ろについてるっていう、そういう感じだったんです。ただスタビリティの面ではポルシェのドライバー必死だったかもしれませんけども、911ターボっていうのはそうですかね、まっすぐ走らなかったですね。私当時タバコを吸ってたんですけどね、アウトバーンですタバコ吸ってないんですよね、何しろスタビリの両手に行ってなきゃね。で橋の上とか今100キロになるじゃないですか、あそこでいろいろタバコ吸うっていうゲートで一緒に走ってた94はまっすぐ走るのに、リアエンジンはまっすぐ走らなかったです。GTR はまっすぐ走りましたよ、ちゃんとね。なんか清水和夫っていう人が宇宙一のスタビリティとか褒めていただいたような気がするんですけど、ね、宇宙一ですか、ええ、わすごい昔宇宙行ったことはないから分かんないんだけど宇宙一だったんですか清水さん。まあ、裏返せばアンダーで曲がんないっていう。なるほど。いや、なかなか王室も話が尽きないですけれども、ちょっと私がその頃多分まだ小学校とか中学校だったんで、ちょっとピンと来ないところがあったりもしましたけど、まあ、そんな私でもすごくね、楽しめる、ものすごく貴重なお話を皆さんどうもありがとうございました。